江戸川に来ています、広瀬地区です、今日はですね、九頭竜、紀の川と疲れましたので近所の、広瀬で、手堅く釣りたいなと、まあ、最低10匹釣りたいなと思いまして来ました、ほで今日今は5時51分朝の、朝一から暑い日はかかるんじゃないかというのをちょっと実験したいと思います。じゃあ今日は今日こそ頑張って10匹ぐらい釣りたいと思います。誰もやってないのでこの辺のところからもういきなりやってみたいと思います。結構ビリ合いは多いみたいで歩くとピチャピチャ跳ねます。今日使用する竿はプロセレクトの FW の90です。9メーターですね。まあ、久しぶりにこの竿を使いましたけどすっごく軽いですね。暁は結構もう普通ちょうどいいぐらいなんで水量も高くてこれで釣れたら結構面白いんちゃうかなって感じです。わかりました。うわ、わかりました。はい、こんなん釣れました。ケタバスですね。こいつがいっぱいいるっていう情報があるんですけどもう朝一からこんなんかかりました。引きは良かったです。逃がします。ちょっとまともなんがやっと釣れました。ちょっとこんなん釣れたんでなんとかなりそうな感じがしてきました。今日の広瀬ですけどすごく空いてますね。連休やのにやっぱりケタバスが釣れてしまったりとかするから、それとビリが多いっていう情報が出てたんでそれでみんな来ないんかもしれないですね。まあちょっとそんなに大きいのは釣れませんが、この下の背でかかったらちょっと面白いかなと思ってます。荒いところでかかりました。おーおー、うらー、今日はねもうのどかですね。もう流れも緩いし、もうアユも適度にポロポロ釣れるし、連休やのに人がいないんですね。本当にどういうことなんでしょうね。広瀬人気ないんでしょうか、それか僕のやってるポイントが一番釣れないポイントなんでしょうか、みんなもっといいとこでバンバン釣ってるんでしょうか。まあ、今日はねそんなに肩とか気にしないで適当に基本に戻って釣れたらいいかなと思ってますんで、あとちょっと9メートルの竿を久しぶりに使ってみたいっていうのもありましたし、9メートルのこの竿、まあ、225グラムなんでこれぐらいやったらまあ1日中持ってても大丈夫かなと思います。はい、午前中の福岡で、ここで買い取ってもらうのは初めてなんですよ。あ、ほんまに、はい、井上さんとか要は買い取ってもらってるみたいで。ああ、そうや、はい、あの大阪の、そう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 、もう帰ったわ、はい、うん、かかってるやん。もうでもほとんどビリですわ。うん、桁バス日本で2回ぐらい切られました。腹が付いてるとね、こういうのは、ほら、うん、ちょっとこうやって付いてるとな、うん、これ太いや、うん、風のあるとかいうのか、お土産になるからな、くっつきの方がいい感じ、くっつきの方がいい感じ、もうちょっと
もうちょっとしたらな、うん、あんまり赤が濃くなかったね。そうやね、うん、うん、な